はい、毎日学習会の林です。高橋です。よろしくお願いします。お願いします。今日は早稲田の政経のグローバル入試の説明やっていくんですけど、グローバル入試何個あるんだよみたいな、もうさ、やばいよね、このなんかこう受験料のさ、分取り方が半端ないなと思ってさ。確かにね。皆さんの親御さんは100万ぐらい用意してやってるわけですからね、やっぱりこう頑張ってちょっとそれは期待に応えてほしいなと思います。で、募集人はまあ50名ってことで、なんかあの社学のやつとかと比べると随分多いなって感じはしますけど、受ける人も同じぐらい多いんで、まあまあ大変ですやっぱ。で、該当するものってところに関して言うと、まあ別に言動とかはそんなに気にしてない、 何月までに卒業見込みとかって書いてるんで、言動はあんまり関係なくって、で、まああの個別の入学審査で OK だった人は OK とかって書いてるんで、まあ朝鮮学校の人とかも受けてみたらいいと思います。で、質問は結構早くて、手数料、質問の代金は35,000円で、入学志願書、あと詳細書、活動記録報告書、これは結構特有ですね。まあ、どういうふうな活動をやったかっていうのをちゃんとこう証明も含めてやらなきゃいけないってところで、まあ、これは留学に関してもそうですし、他にもいろいろボランティアとかあると思うんですけど、やっぱりやらなきゃいけない。で、結構、いやこれも多分いろんな人だと思ったんですけど、海外行った子は何かしらこうその学校とかでもやったりするんですよね、ボランティア活動とか、キリスト教系の学校とかね、1週間なんかどっかに泊まりしてとか、日本の子本当にきついですね、これ書くの。割と大変で、もうだから政経グローバル受けるって決めたら、あらかじめ何かしら用意しといた方がいいです。で、まあ、用意しといた方がいいというか、その付き合い決めで大丈夫なのかって話もあるんですけど、英語のスコアが割かし良ければ、案外付き合い決めもどうにかあったりするんで、付き合い決めもやってくださいっていう感じではあるんですけど、まあ、ただスコアがいいってやっぱ IBT100 とか、もうそういうレベルなんで、ちょっとなかなか大変は大変かなと思いますね。で、一応そのスコアカード出してくださいってことでいろいろ書いてるんですけれども、まあ、TOEFL とか TOEIC とか、まあ、いろいろこうその書いてる中で、TOEFL IBTBT か、TOEIC のリスニング&リーディングか、IELTS のアカデミックのどれかのスコア原本を出してくださいって話だったんで、まあ、この辺ちょっと用意できるようにした方がいいかなと思います。で、社学と同じで、基本的にやっぱ IBT だったら100以上とか、TOEIC 800以上とか、IELTS でもまあ6台、まあ、6.5、以上、できる7以上とか、やっぱりこう高いレベルじゃないと、正直グローバル入試に関してはかなりきつくって、英語がね、そんなにその100とか取れるほど自信はないってなったら、絶対に SLC、SLC の SLC とか、あと筑波の AC 入試とか、併願しといた方がいいです。これだけで神風特攻隊みたいに行くっていう人すごく多いんですけど、本当にやめてください。倍率も高いし、早稲田の政経グローバルなんか、で、受ける人も本当にレベル高いんで、そういう神風特攻隊みたいなことは絶対にしないほしい。で、もし学校側からね、一つしか受けちゃダメだとか、なんか、もしその、第一志望のところを受かって他のところを蹴ったら他のところかわいそうだろうとか、推薦枠から来ないだろうって言ったらもう即弁護士ですね。最近私ある、あけぼの橋にある塾の、社長のツイッターをね、フォローしてて、まあ、女性で今28ぐらいだったんですけど、プロフィール欄開けたら、何でも弁護士に相談するってプロフィールに一行だけ書いてあって、ツイッターで、やべえやつ来たなと思って、何でも弁護士に相談するってなんか、やばい、やばいっすよね。でもね、それぐらいの気持ちでいないと、英語を呼び込んでできないです。学校の先生とかって言ったら、調査書出さないととかね、もう人権侵害としか思わないこと普通に言いますから、そういうこと言われたら即連絡してください。うちの弁護士から連絡します。で、本当にマジで複数受けた方がいいです。受けれるところは全部受けましょう。で、試験の話に関して言うと、一次が論文です。で、論文に関してはどんな論文が出てくるかは下の方に全部書いてますし、書き方も全部書いてます。そちらをご覧ください。あと論文に関しては別の動画にも、早稲田のその論文の対策方法ということで書いてますので、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧いただければなと思います。で、面接に関しても同じで、面接もどういう感じで面接やってるかっていうのはちょっと別の動画にまとめてるので、またご覧いただければなと思うんですけど、基本的には15分から20分程度です。で、まあほとんどの場合、まず、論文審査含めても通る子っていうのは、もうほとんどの場合がその、いわゆるその IBT とか IELTS とかでかなり高い点数スコア取ってる子なので、まあ、本当にちょっとおかしい人なんじゃないかなっていう確認程度で、まあ、だからそのどういうふうにやればおかしくないっていうふうに思われるのかっていうのは、ちょっとまた後の動画でお話しさせていただければなと思うんですけど、後の動画で話したようなことで、そんなに引っかかんなければ基本的には大丈夫です。
で、あとはそうですね、注意点として言うと、まあ、不正行為は絶対しちゃいけないというのは間違いないんですけども、それぐらいですかね。そんなにね、こうその、なんて言うんでしょう、やっぱり、なんていうのかな、まあ、SFC がこう面接が例えば厳しいとかっていうのは AO であるんですけど、その SFC でこう面接が厳しい理由っていうのは、まあ、内申とか含めて、こうやっぱこう、いろんな人をこう、まあ、AO で通してるから、その分こう疑いっていうのがあらかじめあって、AO の予備校の先生が書いてるんじゃないかなとか、そういうのがあって、一応こう厳しめに聞くってところがあるんですね。逆にこのグローバル、その政権グローバルの場合だと、まあ、そもそも英語のスコアもかなり高くないと結構通んないなっていう感じはあるので、そういったところから見てる中で言えば、まあ、なんかもちろん圧迫で聞いてくると思うし、いろいろ深くは聞いてくると思うんですけど、とはいえ15分から20分なんでね、SFC のちょうど半分ぐらいの時間なので、まあ、その、なんていうんですかね、そこまでこう、ものすごい恐怖心を持ってやる必要もないかなとは思います。もちろんその、なんか自分がね、こういうことを大学でしたいとかってことがあれば言えるようにした方がいいかなと思うんですけど、まあ、活動報告書って形で、まあ、その死亡理由ガンガン見て詰めてくるとか、そういう感じのものではないので、あと自分が今までやってきたことに自信を持って、何を聞かれてもちゃんとこう論理的に話せるようにするっていうところが、すごい大事だと思いますので、頑張っていってください。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では、LINE で、無料で、受験相談ができますので、もしよろしければ、概要欄に LINE の、アドレスがありますので、ぜひですね、気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと、希望の方にはね、10日間無料で、添削だったりとか、相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。